どうも前崎さん、先ほどはラーメンごちそうさまでした。はい、あ、いえいえ、お粗末さまで。いえ、いらっしゃい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 、今いらっしゃいんだ。はい、せっかくのお休みなんで、はい、ささやかな質問をしてもよろしいでしょうか。いいよ、作りながらでもいい。あ、全然、もう今日は気楽にいきましょうよ。はい、僕もコーヒーいただきながら話します。はいはい、前崎流仕事で一番嬉しかったことっていうのはもう聞いたんですけど、うん、今度逆に仕事でですよ、うんうんうん、一番辛かったとか悲しかったっていうことありましたら、うんうん、ぜひ誰だってね、向こうが悲しみを背負ってるわけですよ。あるよな。はい、だからなんか一つエピソード一番ぐらいのやつを出して、一番目、一番、あ、これは泣いたとか辛かったとかね、嫌だったな、悲しいとか。あのね、仕事がないこと。そうか、それは立ち上げた頃ってことですか。うん、立ち上げた頃、まあそれなりに仕事もちょこちょこっとあったりしたんやけど、はい、まあ最初やからこんなもんかっていう感じで、うん、まあね、いきなりすぐに良くなるわけじゃないんやけど、はい、まあね、仕事がなくてさ、はい、ない時期が急に訪れて、まあ当時法人さんの仕事が多かったもんで、はい、うん、で法人さんの切り替わる時期ってあるのよな。例えば、うん、ディーラーさんやったら、どう言ったらいいの、店長も変わる時とか、うんうんうん、でそんな時に仕事が一切なくって、これからどうしようかなって言って思った時があったんやけど、はい、であっちこっち営業に回るわけやけど、はい、営業しても営業がうまくいかないのよね。で結局うまくいかないから時間が経つのが早いわけ。うん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 、お客さんのとこ行ったって10分で帰ってきちゃうとかって、うん、で時間潰しにコンビニに行くわけね。はい、コンビニ、うん、でコンビニの駐車場さーって左右見渡すと、はい、3時か4時ぐらいかな、時間つぶしの営業マンがいっぱいおるわけ。うん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 、でそれ見てるとなんとなく情けない気持ちになってきて、うんうん、仕事がないってね、なんか一瞬お金がないっていうふうに思うやん。うんうん、確かに思いがちです。単純にお金がないって言って、はい、うん、僕はそう思えへんでね、うん、必要とされてないとかですか。そう、社会に必要とされてないって、うんじゃないかなってっていう気持ちに陥ったかな。だからやっぱり社会に必要とされるもの、人ってどんな人間なんだろうなっていうのをもう一遍その時に再確認したかな。だから今さ、働かない改革っていうこの間言ってたけどさ、お休み改革ってさ、お休みたくさんもらうって必要とされてへんねんで。うん、怖いことですね、逆にね。うんうんうん、そこでこうコンビニでエンジンかけっぱなしで寝っ転がってる営業者の人たちはお金だけを見てるから平気で寝れるんですよね。世の中のため、人のため仕事をしていると志す前崎さんやと、必要とされてなかったんかな、うん、俺って落ち込むような場面だった。そうで、そっからエピソードがあってね、はい、でそういう気持ちになりながらも一生懸命っていう言葉は好きじゃないけど、うん、お客さんのとこ回って、うん、あるディーラーさんで仕事をいただいたの、うん、で仕事を しに行ったのね、うん、で、まあ、夏やったわ、うんうん、でダッシュボードが割れてるっていうことで、うん、ダッシュボードを直したんだけど、うん、朝からかかって夕方になっても直らないの、うん、大変な作業だったんですね、うん、こんなもんですわっていう言葉ができなかったから。ああ、そっちか、うんうん、でじゃあ次の日また来ます、仕事がないから次の日行くよね、うん、で次の日行って、うん、その日は猛暑やったの、うん、でディーラーさんの駐車場のとこで仕事をしてたんだけど、うん、あまりの暑さで車内入ってるとね、うん、もうどんどん汗が途中で止まるのね、出過ぎてね、うん、でもう笑をもすがるつもりでディーラーの所長にすいませんと、中に車を入れさせてくださいってお願いしたの、うん、でピットに聞きに行って、うん、で張ってピットで、そんなん今無理っすよ、うん、っていう言葉で一言で、うん、また僕は
炎天下の中入った、うんうんうん、で2日目でも治らなかったの、うんうん、で3日目も行ったの仕事がないから、うんうん、でその日も暑かったのよね、うん、でもその日も夕方までかけて、終わったと終わるかな終わらんかなっていう時にそのディーラーの部長が来られて、うんうん、3日もかかってあんたこんだけの仕事してて、うん、大丈夫か、うん、って言われたんですね。たったその大丈夫かってっていう言葉が、うん、いろんな取り方ができて商売として大丈夫なんか、うんうん、人としてそのよくやってるのは分かるけれども体が大丈夫なんかっていろんな言葉に聞こえたわけね、うんうんうん、で終わった時にもう泣きそうになって、うんうん、そうそうそう。でも、うん、こういうことを今やらないといけない自分がダメなんだなと思いながら、うんうん、あの工場持ちたいなとか、うんうん、人のためにっていうわけじゃないけど人と必要とされる仕事でありたいなっていう風なのを、うん、まあ、目指してきたのが、まあ、今になるんやけど、うんうん、そう仕事がなくってそんな時期が実はあった時があった。辛く悲しい日やったんですね。そうで、うん、笑うもすがるつもりでめったに僕こんなこと言わへんけど、うん、お願いだから中に入れさせてくれって、うん、そんなんダメっすよって。で事務所を覗くとみんな営業マンクーラーの効いたところでパソコン売ってんねんな、うんうん、マッチ売りの少女みたいでね、うん、なんか惨めに感じますよね。そう惨めに感じた。だからあのその時は自分はやっぱり失礼な言い方やけど、うん、そういう相手の心が読めない、相手がやってることが何をやってるんだろうって読めない人間だけには絶対ならないとこうっていうふうにその時心に誓ったかな、うん、だから今ありがたいことにいろんな人も相談来るし、うん、で相談来た人もすぐに邪険にするんじゃなくって、うん、まあ、できるだけ相手の真意を聞いてからいろんなことを答えられたらいいかなっていうふうには一応毎日はそう心がけてんねんけどね、うんうん、そうやって、ね、辛い思いを自分自身でしてきたからこそ前崎さんの人格が確定いやどうなんかな分からへん、大徳に磨かれてね、分からへんけど、正義の刃になったわけです。いや分からへんけど、でも、うん、仕事がないっていうことは社会に必要とされてないことなんだって言って、うん、ほんまにそう思うと、うん、一生懸命頑張れるのちゃうの。確かにね、もしサラリーマンであろうが何であろうが、そうですよ。だってその働き方改革でね、休みが増えて喜ぶこともあるでしょうけど、うん、人としてはね、うん、でも一方でその間に AI や機械に全部乗っ取られて、うん、ひょっとしたらコンピューターがなんか人間いらないよっていう時代がもうすぐ目の前なのに、そう、そんなひょっとしたら大手の企業それ狙ってるかもしれませんね。狙ってると思うよ、ね、人材をクビにはできへんから、うん、思い切って機械にすり替える時間を与えるために働き方改革で休暇を増やしたり時給を増やしたりはしてるけど、社会全体としては人がいらなくなる社会もありえますもんね。ありえるね。だから必要とされるっていう人であり続けないと分かんちゃうかな、うん、休んでもらいたくない、辞めてほしくないってことですね。そう、上がね一生懸命止めてくれる人にならなあかん。だからあのね、僕の工場に来て、うん、今日は水曜日で定休日でこんなことで、うん、やってるけど朝ちょこっと仕事して今ね、お昼食べてこんなことごちゃごちゃとやってるけど、休みあってって言われる時があるのよね、周りに。もうこれはっきり今やから言うけど、大きなお世話やよ。ある意味休んでますからね。うん、ある意味休んでるし、僕はこれが十分楽しんでるから大きなお世話やっていう話であって、仕事をしてるんじゃなくて、ほんまには人に頼りにされて、うん、お前に頼むって言われて、うん、この間もまあちらっと言ってたけど、それがすごい喜ばしいことで、嬉しく思ってるんですね。うん、で、やったことない車もやったり、いろんなやったことない仕事もやりながら、うん、自分の技術を磨かしてもらって、うん、失礼な話、人のお金でさ、仕事させてもらって、うん、それを幸せじゃなくって何なんて思うわけさ、うんうん、だから休みはって僕のとこ言う人おるけど、うん、こんなんしたら体壊すてって言う人はやっぱり会社壊しとるよな、うん、仮にね。だから増田さん方だって、うん、休まず僕のためにこんなこといろんなことやってくれてるけど、ほんまは多分人から見たら休んでないやん。ほんま休んでないですからね。でも多分分からへんで、ね、お前どうなんかは知らんけど、楽しんでるから別にできるんやんな。そうですね、全然前崎さんに会えること自体が安い授業料を払ってるようなもんで、んな、楽しくやらせてもらって、
だから僕が唯一ここへ来る苦痛っていうのはあの高速降りてからあの一本道になってあかんやろあこ逃げ道がないところで左右の店入る車が渋滞してそうハケが悪い時だけですよ。あかんやろあれほんまに、うん、あそこだけタバコ吸ってますよほんまに新井知事見てるかやめてよほんまええ加減にしとけよと思うわ、うん、でっかい店が多いんでね左右にね、うん笑い話ですけどなあだからそれもさ渋滞も最近苛立たなくなったけど ああありがたいことに渋滞してる間にもの考えられるわとかさ、うんうん、そうですねそう思えたらいいんですけどねそうあのやっとなれるようになったかな、うんうん、大人になりはった、うん、いやありがとうございます、じゃあ最後にねまとめますけど、うん、そのディーラーさんのところでめっちゃ暑い中何日間もフラフラしながら行ってね、うんうん、片や一歩ガラスを挟んだ向こう側ではエアコンの効いたところで営業者がパソコンパチパチやっとる、うんお前に入れる工場なんかねえよって言われた。そうや言われたんや。そんな時の自分に今の自分が声をかけるとしたらなんて声をかけてあげますか、うん、ちょっと厳しい話もいいんかな。いいですよ心配すんな後で見返したれって、うん、どうもありがとうございました